よろししくお願いします。先ほど、桃瀬さんからあの非常に経験されている施設からのご発表でしたけれども、私の施設はまだ c o v ティーンの患者さんでエクモもまだ回してないんですけど、まあ、そこであの病院の中で実際にちょっとエクモの挿入シミュレーションをしましたので、先週と同じですけれどもあの、皆さんと同じような目線での、まあ、この対策で大丈夫なのかというところで、まあ、お話ししていければと思います。 受け入れ、まあ、病院の紹介と、まあ、受け入れの体制と、まあ、実際にやったシミュレーションの部分を少しお話ししていければと思います。あと、えっとエ m モ以外にもちょっとその他で N95 の話も少しだけして終わりたいと思います。えー、まずまあ病院の紹介ですけれども、まあ、病院はまあベッド数750床で3次救命救急センターで、まあ、ドクターが261人と非常に多い。 こうかなと思います。で看護師さんは900名弱いて、臨床科技士は80人というところですで。実際、当院の重症患者さんの受け入れは、まあ、先週もお話ししましたけれども、救命救急のところに9床予定しておりまして、そのうちの1床をエクモベアということで予定しています。で一応、これが想定している重症患者さんの病棟の、まあ、レッドゾーンと、まあ、イエローゾーン、グーーリーンゾーンの図ですけれども、 その中の中ここの1床がエクモ部屋のエクモ部屋の一章はまあ陰圧にすることが可能であることと、全室もちゃんとあるというところです。で、部屋があのこの救命救急病棟の中でも一番広くて、まあ、26平米ぐらいありまして、まあ、非常に広い環境で、あとはガラスが3面ありまして、まあ、監視しやすいというところもあります。ただ COVID-19 の, IT の時はまは、ちょっとドアとかはちょっと閉鎖したりしますけども、ガラスがあるというのも、一つ、部屋としてのレイアウトとしてはメリットかなということも思います。実際、このうちのスタッフの中から、の c m o 患者さんに対応するメンバーですけれども、基本、人工心肺を担当している3名と ICU チームの11名のうちから7名を一応、抽出させていただいて、その7名が対応する予定でおります。 7名の,の人選ですけれども、人工心肺の操作とまあ補助を担当した経験があって、5年目以上のスタッフで、一応導入時に関しては、対応者を2名、あらかじめ人選しています。あとはまあ当然、防護具の装着訓練とかを履修したものという予定でいます。ですので、緊急時にも対応できて、ある程度少数制でメンバーは人選されているという形です。 でまあ、実際の担当業務としては ECMO 導入時に関してはレッドゾーンに関しては2名入りましてあとは1名がイエローゾーンから物品を渡したりこの2名をちょっと行動の監視という形で予定しています。であと回り始めば、まあ、一応イエローゾーンからの患者確認と記録で1日1回部屋の中に入るかどうか先ほどモンさんからもありましたけど、まあ、必要物品 の不足もあると思うので、その辺はまあちょっと実際になってみないと分からないかなというところがあります。あとはまあ24時間トラブル対応と2個体で、常に一応、当院の,の場合は配置するという予定です。まあ、実際、エクモ回ってる、COVID-19 じゃなくても、エクモ回ってるときは、基本 C が24時間管理している形になりますので、ちょっと看護では完全にまあ管理するという体制は今のところは予定していないというところです。 えー、準備とまあ導入の実際の想定ですけれども、我々の施設、一応 ECMO が3台ありまして、さっきモーさんのところもありましたけど、NEO が1台とミックスフローが2台という形になっています。でそれぞれに CDI500 とまあカルディプレスをつけて、圧モニターをするという予定でいます。まあ、通常 ECMO の時には、この装置を大体つけて行うという形です。で 一応、機種選定なんですけれども、現時点では第一選択としてはミックスフローを使う予定でいます。まあ、理由としましては、あのトイのテルモのこの、えー、コーンがついているタイプは、ここがまあ入り口圧がちょっとモニターできない形での標準回路を使用してましたので、ミックスフローですと、当然ここの回路は長,くな長さが調整できますので、まあ、そこに圧ラインを入れ,れるということで、えー、ミックスフローを第一選択に回しています。まああとは あのテルモの方を緊急用として温存しておきたいというのも一応あります。で、このミックスプロのスタッカートのポンプなんですけど、カルディオプラスが接続できるんですけど、一応2チャンネルしかモニターができないので、まあ、3チャンネルが理想なので、まあ、そこをまあちょっとどうしようかなというところです。で、まあ、関連学会の方からも、当然、人工肺もポンプも長期型を使うことが重要ですよということも。 圧に関しては脱血と総結の2チャンネルを推奨するというような記載も一応あります。で、実際、現在作成中ではあるんですけれども、まあ、当然、遠視ポンプの入り口と、えー、人工肺の出入り口にこの圧モニターがついているタイプを今作成して、えー、これ、水回ししてまあトレーニングしたものですけれども、でミックスローの場合はここがミックスローに変わるだけという形になります。で やはりあの懸念事項としてそのガスの換気の排気口の対応を皆さんどうするのかというのがよく議論なかなと思うんですけど、まあ、日本環境学会でいくとここの出口の削除水の有無の確認は目視では行わないでくださいというふうにまあ警告も一応出してたりもします。で、セクトの方からもいろんな施設の方法をあの紹介されてますのでぜひホームページからまた見ていただければと思いますけど。 いろいろやはり各施設方法が違ってて、まあ、酸素フラッシュをする施設もあれば禁止してたり、まあ、ビニールを置いて、まあ、あの飛散を防止しているというようないろいろな施設がありますでうち、まあの病院はどうしようかと思ったんですけどまずはまあちょっと基本として、えー、コロナウイルスの大きさが0.1マイクロ前後であっていることと、まあ、使用する皆さんが各施設で使用される人工肺の膜の 穴の大きさも一応確認しておく方がいいかなと思います。ちなみにテルモの LX ですけども、えー、膜の穴のサイズが0.02マイクロということなので、基本あの、何もなければ通ることはないということではあるんですけど、ただ、まあ、あの結晶リークや結露が発生してくると、やはり、まあ、かあのリスクは十分高いということがあります。あとは、多施設の報告でいくと、線、ま、香、あのエクセランも 決勝、えー、リーグがなければウイルス検出はなかったという報告もありますけども、まあ、ただしこれは保証される内容ではないので、まあ、ここをどう考えるかというところでもありますで。通常、当院の場合ですと、エアロゾル対策なんですけど、まあ、通常のエクモを回すときは、この人工肺にビニールをかけて、温風で人工肺の結露を防止して、完全に乾燥するということを。まあ 当たり前のようにやってるんですけど、まあ、これをすることで、今まで LX になってこのビニールをかぶせて音符をやることによって、長期使用した例でも、トインでは一例も交換せずにまあできているので、この結露を防止するというのは非常に効果が高いと、これ、安野さんに教えていただいた方法なんですけど、ただ、今回の COVID-19 に関してはどうしようかというところで、まあ、通常このまま。 やるとエアロゾールをこれ、温風ヒーターが撒き散らすんじゃないかっていう懸念もありますけども、加、まあ、温しないと長期使用できるのかとか、まあ、余計結晶リークが発生するんじゃないかとか、おうちのフラッシュはあまり推奨されてないのかなというふうにも感じてますので、次の対策としてはまあ出口付近をまあ大体ガス4リッターぐらいで流しますので、えー、壁吸引をまあちょっと。 直接当たらないようにして、二重にそこの部分を吸うことで、まあ、インディングをつけて、をかけながらでもいけるんじゃないかなという想定は今しています。で、当、え、院、ー、の ECMO チームですけれども、装着チームとしては、心臓外科の先生2名と、えー、C の2名、そして、まあ、患者さんの状態を観察する IC の看護師さん1名で予定しています。で、その C の2名に関しては、ECMO を対応するのと、 実、えー、やの物品出しとか、あとはあの当日、現時点では、えー、家庭室でエクモを挿入するんじゃなくて、指示ムも持ってきて、その中で挿入するという今、想定をしています。あとは、まあ、維持に関しては、まあ、ドクターとシート、看護師の3人で、まあ、予定をしているというところです。あとは、まあ、チームカンファレンスは、神戸ナインティの患者さんが来れば、1日朝と夕方の2回のカンファレンスを実施する予定でいます。で えー、導入時に用意するものなんですけど、先ほどもおんさんもありましたけど、あの出たり入ったりをすることとか、その物の出入りも、えー、人の出入りも最小限にしないといけませんので、やはりリスト化して、しっかりするということは非常に重要になってきます。で、一応、当院ではエクモカートっていうのを準備して、エクモカートとミニカート、まあ、サブカートっていうのを準備して、それぞれ必要なものをレッドゾーンに入れるという想定をしています。 で、これ実際にシミュレーションもしたんですけど、放射線透過型のストレッチャーがありますので、それに患者さんを一応移して、そこで管理するという想定でいます。これはまあ移動の時にも、ちょっとあのエレベーターの大きさの問題なんかもありまして、まあ、ストレッチャー管理をしようという想定でいます。で、そこに外科用の C アームを持ってきて、サブカートは入れると。で、まあ、当然、エクモは。 中に入れているという状態ですで電気メスとかも本当に必要な時だけ中に入れて使うというような形で予定しています。で、まあ i c m o 導入時の,あの防護服ですけど、放射線使うので、プロテクターを忘れずにということで、一応マニュアルにも記載しています。あとは、先生の介助、まあ、清潔剤の解除もすることもあるかもしれませんけど、まあ、その時はそれでまあ着て入るという形を予定しています。 でエクモカートをまあちゃんと作って、その物品が確実にちゃんとあるっていうのは非常にあの想定として重要かなというふうに感じています。普段ですと、エクモを挿入したりなんかしたりするときは、オペの看護師さんも結構手伝ってくれたりするんですけど、まあ、今回は先生と C だけで挿入するということになっていますので、まあ、必要な物品が確実に全部揃っててっていうのは非常に重要かなというふうにも感じています。まあ、この内容に関してはもちちろん先生たちと 相談して、各ソロでえていただければ、まあ、非常にもれなく準備できるんじゃないかなと思います。で、カ、ま、ー、あ、ニュレーションの実際ですけども、まあ、ドクターが2人入って CE が2人入ってナースで、まあ、外のイエローゾーンから、あのドクターも CE もナースもいて、そこからあのこの人たちの行動を一応監視しているというのと、あとまあ物品のまあ受け渡しとか、あとはですね、あのインカムを一応準備してて、 えっと、中と外で情報のやり取りはインカムなんかも予定しているというところです。で、シーはエクモ以外にも放射線の装置の操作の解除を一応したり、まあ必要によっては清潔屋にも入るというような形になります。カニレーションの主義に関しては、まあ、あの、各施設いろいろありますので、それをまあ一応マニュアル化することで、まあ、えー、入っている c ーもどういう。 どういう状態かっていうのがまあよく理解して進行ができるのかなと思います。当院の一応 VVX もの加入例の選択はまあ、少しあの細面になるかもしれませんけど、まあ1.5平米までは21フレでまあ、22,25ぐらいを一応想定しています。 脱血に関してで、すねで。どっちを引きでどっちを返しにするかというところでは一応基本としては下から脱血して上から返すということで、まあ、上から返す方がまあ血液の流れがまあ心臓の方に向かっていけやすいんじゃないかっていうので一応その選択をまあ基本していますけどもただまあ下からの脱血の問題 がまあいろいろありますので、まあ、そこはちょっとやってみないとわからないというところですけども、まあ、現時点ではこの想定でいます。でまあ、あのエクモ中の管理はイエローゾーンからまあ監視するということと何かあれば、1日1回は一応今のところ入ろうと思っていますけど、まあ、その想定ではいますで。あとエクモ中の管理方法ですけども、まあ、基本4リッターでスタートして、 5つも1でまあスタートして、その後まあどう調整していくかということになりますけども、v b e c m o ですので、サチュレーションはまあ80、まあ、ちょっとあればまあいいかなということと、まあ、静脈血酸素フォワードのモニターできればモニターして、あとは、ね、ECMO の脱血の,の酸素フォワードなどとかから、シャント率なんかもまあ計算して、適正に管理していくというところと。 あとは DO2 と VO2 の数値なんかの目標もありますので、まあ、これはこの後いろいろ臨床で実際にやられている皆さんの発表に出てくるかと思いますので、まあ、まあ目標としてはこの辺す。あとは APT は番0から80ぐらいという形です。でちょっと ECMO から少しだけ離れるんですけど、切実な予断で N90 は私たちの施設も1人1個で使い回しっていう話が来ました。で N95 の再生が一応、厚生労働省からも出てるんですけど、スレラットだと2回までしか再生できないとか、過酸化水素水だと10回まで再利用できる。であとはまあ5個配布して 5, 5日間、あ純グリーン使いなさいっていうのが一応出てるんですけど、あのちょっと注意してほしいなと思うのが、あの N95 をついつい、ま、あ 使い続ける関係でアルコールでちょっと消毒しちゃおうかななんてことをもししちゃうとですね、これ100とした時のバリアがもう全然壊れてしまいますので、その理由としてはもう静電式を使っているので、アルコールで静電式がもう弱まっちゃうので、絶対こういうことはしないようにしてもらわないといけないかなというところです。であと 3M の方からも出てまして、まあ、EOG もあの。 推奨しないですし、ラジエーションも推奨しない。あとはマイクロ波でも、えー、形状が悪くなるので、フィッティングが悪くなるので推奨しないですし、まあ、オートとかそういうのも当然だめだと。で、OK なのは、その先ほどの過酸化水素水は10回で、セラと2回で、あとは UV で、えー、再生がまあちょっとパスしているところも、これ、実、ま、際、あの,のガイドラインとかからちょっと出てないんですけど、 実際、アメリカでもこの N95 の再生にこの UV が使われてまして、まあ、こういう形で、まあ、これ実際、部屋を消毒するための UV なんですけど、まあ、これ、テルモさんの装置ですけど、これがやられているということですね。で、あのこれ実際は部屋をこういう形でやるものです。あとは、最近こうやってロボットで部屋をこう自走してくれるっていうのも出ているので、まあ、こういったものもまあこれから必要になってくるのかなと思います。 以上です。ありがとうございました。